can't cool down. You got me spinning round and round, round and round and round it goes. Where it stops, nobody knows. 久保田さん、運搬に出会ったのは2006年ぐらい。2006年でしたかね。ウォーメックスっていう、ね、ヨーロッパ の,、はい、あのワールドミュージック系ニューエイジ系の日本一みたいなとこが、スペインのセビリアであって、はい、久しぶりにウォーメックス見に行って、はい、もうちょっと難しくなったワールドミュージックの感じを見て、どれも新鮮さがちょっとなくてね、もうやっぱりある意味掘り尽くしたっていうかね、うん、ちょっとそういう感じがすごいしたんだけど、うん、1週間どうしようかななんて思ってたら、うん、急にこの分版サウンドが鳴り出して、うん、your dress, silk and satin, leather and lace, black panties with an angel's face. I see the magic in your eyes, I hear the magic in your sighs, but every time I wanna get away, I hear the words that you always say. まず若いし、それからサーフロックで、サーフロックね。でしかもベースじゃなくてチューバーがベースラインを、うん、でドラムの人も今とは違ってもっとちょっとスイングっぽかったっていうか、うん、ポルカっぽかったですね、うん、でよりなんかポルカな感じでサーフロックでっていうのがね、うん、このまあやっぱりもうそこの成り立ちがあのそもそも他のミュージックワールドミュージックと違ってて、うん、でロックだけどロックよりも新鮮みたいな、うん、レトロだけど新鮮みたいな、もうその時すでに今のテルアビブの音楽の持ってるこの魅力がね、はい、もうすでにもう目ができてたですね、うん、完全にね、はい、もう終わってもう激励して、うん、もうお前ら私のセーブ、もうセーブマイライフって言ったぐらい良かったんです、うんうん、で私はライブ見たらものすごく可能性あると思ったんで、もったいないなと思って、はい、いやもう次の時はぜひあの一緒にやろうと、うん、声かけてくれって、まあ、こう言ってたんだけど、はい、それがもう何年も前の話で、そしたらどうしてるかなと思ったら、たまに YouTube で彼らの音源をどっかの DJ が、別のこれイスラエルの地元の DJ ですよね、触ってハシシっていう部分だけ撮ったんだね、うん、あれ別の歌なんですよね、多分ね、でその部分を撮って完璧に、うん、まあ、リミックス、ウジがウジスモンスターになってるんですね、あれがそうだったのか、ラジオクラブはすっごい鮮やかなリミックスで、あ、なんだこれ地元でやったのよっぽどよかったんだみたいな話がまああった、うん、うん、そしたらいきなり飛んで去年サガネから、はい、忘れませんの、ね、うん、電話かっつって来週ブーンパンやりますよ、何それみたいな、うん、びっくりみたいな、ね、イスラエルと日本国交60周年記念イベントでそうだったんだね、その日は私がまたね、うん、笹久保慎のミックスが入ってて、ライブが入ってて、うん、それはやばいと、うん、私ブーンパン来て私が見れないってこれは耐えられない、うん、それですぐライブハウス何件か電話して、うん、たまたまあのさらば東京のレートタイムが空いてたん で、ね、でもう1週間もなかった、5日間ぐらいでしたかね、そう、用意期間が5日もなくて、うん、僕はなんかあのなんだや長野の山奥にムーチーのイベントで DJ してて、それ金曜日もうここから先電話がつながりませんよって言って、それで東京戻ってきたら電話がつながるようになったら、久保田さんがもうフライヤーをチラシが出来上がってて、しかもテルアビブデザイン、そうデザインすごいテルアビブ素晴らしい、うん、ダニエル・ワインバーグっていう優秀な若い女性 の、ね、うん、あの音楽も優れてるけどもグラフィックもいいし、うん、あとそのミックスするエンジニアのセンスっていうかね、はい、なんかすごいちっちゃい、彼らはしきりにまあ謙遜して小さいシーンだよ小さいシーンだよって言うんだけど、まあサイズの問題じゃなくて、うん、非常にこのね、そうですね、ピリリとしたあの最もこう刺激的なというか、うん、ウィットに富んだというか ね、あの非常にエネルギー感のあるで、どんな街なんだろう、うん、テルアビブっていうね、うん、パレスチナをいじめるレバノンにもあれ、うん、もうめちゃくちゃな、うん、ひどい軍事国家で、その感じっていうのはちょうどそのアメリカの70年代前半のベトナム戦争をやってる時のアメリカの音楽っていうのは、うん、もうやっぱりその時はもう多分音楽史上世界最高の最もイノベーションが高い、うん、ね、それもキャロル・キング、ジェームス・テイラーから、
グレートフルゼットからタワーパワー、うん、スライ&ファミリースタン、特にねウエストコース中心だったけど、うん、イノベーションと質の高い音楽が、うん、アメリカの最も殺戮が強かった時代、殺戮されてた時代、ベトナム戦争の時代、ね、本当に変な非常にアンビバレントというか、うん、そういう状況であるけど、まあ人間はそうやってバランス取ってるのかどうかわからないけど、うん、バンドなんだろうって久保田さんからいいバンド、ライブはすごいって聞かされてたんだけど、結局ライブを見る機会なかったんで、その去年のあれでこう、その時十分良かった、素晴らしかったですよね。本当地中海のね、サーフギターで、そうですよね。チュニジアだったり、モロッコだったり、あとギリシャ の、あのやっぱりブズーキ音楽っていうか ね、インスト的なものがすごくやっぱ流行って、それでみんな楽しんで踊ったんだという、うん、それは自分たちの音楽のルーツだと言ってましたよね、うん、だからちゃんとそういうことが彼の、まあ、ベンチャーズも好きだと、うん、だからそういうことにすごい融合されてて、はい、まあ、実に、まあ、鮮やかに、ね、あのインスト、まあ、ほぼインストか、ね、たまに歌うたうんで、はい、その中にやっぱりこう生かされてるっていうかね、うん、このブーンパンという曲面もその1960年代に活躍始めて、80年代にあのオーバードーズで死んじゃった謎の死を遂げたアリさんっていうギリシャのプレイヤー、うん、と歌手シンガーソングライター、それで初めてそのサーフギターをイスラエルに持ってきた、ちゃんとそこのリスペクトもあるわけだ、それでその人の曲がブンパンっていうのが、ブンパンブンパンっていうのがで、その曲はその地域だけでヒットしたわけなくて、アーシャー・ボスレーとかまでインドでもボリウッドでも伝わって、でもこのウリにイスラエルで話し聞いた時に、うん、そのブンパンって名前はだからウリあのアリさんの曲名だろって言ったら、うん、そうだよって、じゃあ子供の頃からアリさんを聞いて聞いてたの、うん、って言ったら、いや子供の頃は恥ずかしくてそういうのは聞かなかった、だから移民の音楽でちょっと、ね、B 級だから、 B 級っていうか扱いだから、そういう話はよく聞きましたね。イスラエルっていうのはちゃんと2階層あって、うん、ヨーロッパ系の、うん、まあ、ユダヤが非常にこの、うん、ドミネーティングで、うん、そうじゃないなんかこう、うん、セファルディスっていうのね、セファル地元系のちょっと褐色系の、うんうん、ミズラヒーっていうのがあって、それがアシュケナージって、あ、そういう順番だ、アシュケナージ、うん、セファルディのミズラヒーって3つの基本的に、まあ、彼らから話聞くと非常にみんな家、いろんな子供の時家に遊びに行くと両親が違うカルチャーを持ってるんで、うんうん、そのご飯とかすごい楽しかったという話を聞きました。ウリもカザフスタンかどっかの、ウズベキスタンか、ウズベキスタンかどっか、あっちですよね、中央アジアですよね。でもう一人はチェコって言ってたね、クティマもそう、なんかルーマニアとトルコって言ったかね、なんかだからそういうみんなまあなんていうか非常にこうグローバルなというかね、うん、そういうバックグラウンドがイスラエルらしい、だそれはやっぱり音楽に影響してるところも多分あるでしょうね、おそらくね。それそのアリスさんのギターを発見したのは、自分がギターをちゃんと習ってで音楽学校行ってクラシックギターとかやって、で18、19になっていろいろロックとかブルース聞いた後にもう一度自分の国の音楽聞いて、ああアリスさんってのがあったって思った。30代でそれが気がついてよかったです。でもその本当に20代とかそこだったんですよね、うん、それは非常にまあ、ラッキーっていうかね、うん、回転が早くてよかった、うん、我々日本の段階はずっと老人になるまでビートルズ一番で来てるけど、あの彼らは脳みその回転が早いから、もう30そこそこでね、やっぱ自分へのルーツは何だろうっていう、うん、でそれをちゃんとやっぱ音楽に関連しないと、うん、それロックじゃないんだっていうことを、なんかもう、うんうん、脳の構造ですよね、そのプライマルの音楽のどこをいい部分をこう取るかというミックス具合も非常に上手ですよね、うん、そうです、うん、特にコンビ聞くと分かりますけど、うん、なんかいつの音楽か分からないけど、なんか、うん、あれ結構時間的なちょっとミュージアムっぽいっていうか、なんていうか、うん、今半額なんだけど、これなんかもうすっごい完全犯罪的になんか72、3年ぐらいの感じするなとかね、うん、75、6年のちょっとディスコ入ってるなとかね、うんうんうん、はい、みんなヤッホーに住んでる、ヤッホーに住んでましたね、住んでるんだね、でそれは海にも近いんですか、そうですね、サーフ家の前やっぱサーフボードだよね、だからサーフカルチャーもあり、うん、そしてアラブ人もありっていう、うん、まあこの
カリフォルニアでもない、うん、ハワイでもないリオでもない、うん、まあ、みんなサーフできる街であるけど、うん、そういうこの、うん、一種のサーフロック的なね、はい、うん、なんかやっぱりそのロックがっていうか音楽が起こる場所としては非常にある意味まあ条件が揃ってるってい う, う, いう、ね、うん、もともとはその新興国であるけどエリアとしてはもう70カ国から来てますからね、うん、そうだし、やっぱりそのエジプトとかトルコみたいなね、うん、大音楽大国の、ね、まあ、すぐそばにいるわけですよ ね, そうですね、うん、いよいよ満を持してじゃないけどこういうテロビブ的なね、うん、なんかあの少しこう壊れた環境から、うん、こういうまあロック的な、うん、起きてくるそういう、うん、タイミングなんでしょうね、うん、そうですね、うん、でまさしく、まあ、ブンパンとか、うん、アップルスとか、うん、クティマンとか、うん、そういう人たちは、まあ、ラミレスもそうだし、ね、うん、あと女性のシンガーいますよね、カロリーナ、カロリーナとかね、うん、昔で言うとあのアトランティックじゃないですけどね、うん、アメリカのそういう、うん、ワーナー・リクリーズとか、まあ、本当ジェームス・テラーがいてキャロル・キンがいてっていうようなね、なんかそういう状況ですよね、なんか、うん、やっぱり今だから 西海岸って言ったらテラーになっちゃうんですか西海岸って昔はカリフォルニアだったけど今西海岸って言ったら そうかもしれない、地中海の西海岸、うん、そんな感じです、そうですよね、ズンパンはこの後今年アルバム出してて、ラマラ&ザ・サマーシングル、それってあのクチマンと一緒にやった、クチマンと一緒にやった、体育館で撮ったみたいな、そう、そんなような、ね、ライブ、スタジオライブみたいな、ね、あれもすっごいいいビデオで、全般7曲が1970年代60年代80年代にそのウリたちのお父さんお母さんが青春時代に聴いていた曲をカバーしている、そういうコンセプトで、そして後半の3曲4曲が自分たちの新しい曲で、あ、うん、それなんでその中にはカロリーナと一緒にやってる、レッド・ゼッペリンのブラックドッグとか、 あれもそうね、うん、あれ以外にもあと、トルコの曲、70年代のロックの曲とか、やっぱりその70年代の青春って、アメリカの70年代の青春だとか、あと湘南の70年代の青春なら想像はできるけれど、イスラエルの70年代80年代の青春ってどんなの聞かれてたのかなってのが分かる、うん、ようなそういう選曲なんだ、うん、そうそう、それもまあいいんですけれど、まあ、こっちの方が自分のアルバム、まあ、バンドらしいですね、ちょっと丁寧に作ったりして、そう、丁寧に作ったアルバムなんで、これからカバーもすごいですよ、カバーも、うん、これも出て、もしかしたら来日が、来日あるかもしれないっていう、期待しましょうね、ぜひ、はい、うん、絶対あると思います、うん、はい、はい、うん、YouTube でも彼らのいいライブが、東京のライブがね、うん、上がってるんで、それぜひ皆さん見てもらって、あ、こんなんだったらね、誰もが見たいなと思うようなね、ライブだと思いますから、はい、